さあ、今日もね、マリオパーティーやっていくかね。はーい。今、3ターン終わって、今4ターン目に突入したところですが。まだ誰もスターを取っておりません。アイテムショップですー。何買った？なちゃん働くね。奪い竜巻。うわ、なんか奪おうとしてるよ、相手から。ロゼッタって意外とそういうやつなんだね。どっち来る？うわー、来た。あれ？よかった、ぶつかられなかった。いや、3コインでも喜ぶのか。前向きだね。別にええやん。ここは確実に通り過ぎたいので、脱出キノコを使おう。ワンワン来ちゃうからな。いやー、ほんと私これキノコ使いたくないんだけどな。行き過ぎちゃうってこと？そう、だって朝ちゃんがたどり着いた後に着いたらさ、高騰してる場合があるじゃん。なるほどね。だから足踏みしたいんだけどね。よっしゃー。あれ？2個しか買え、あ、そっか、まだ最大2個しか買えないときか。うん。ありがとうございます。やばいな、高騰しないで、次。ロゼッタ涼しい顔してるよ、なんか。なんで、関係ないもん。関係あるやろ。どっちにしても良いだから。さあ。安くなれ。うーわ、最悪だ。1スター15。これ脱出キノコ。あ、じゃあワンチャンチョロプーサイコロ使って、あ、ダメだな。ワンワンに引っかかんな、そしたら。ライブスターだかになったね、これは。やばいよー。コイン安、スターだから、ね。あ、待って、でも3、ここで3だったら、1、2、3でギリいけるから、脱出キノコ使ってのチョロプーサイコロでいこう。ほうほう。最悪ね。これプラス1が出れば、ここに止まれる。あー、終わったんちゃうか、これ。ワンワンじゃん。うん。買いますよこれは柵に溺れたってやつじゃない。あー、だってしかも、かわされた上に減らされるんだよ。うん。柵に溺れるだよ。あー、やっちゃったよ、もう。本当に。これだって半分ぐらい減るよね。気づいてない。あー。だーあ、7? 7ぐらいで済むならまあいいか。チャロップの気持ちね。お、4人で。焼いてサイコロステーキがいい。あ、これ無理。これか。これちょっと怖いんだよな。若干運要素もあるよね、これ。うん。あ、そうか。もうやってなかったんじゃない？やって。逃げろー。みんなで倒そう、頑張って。無理や、こんなマリオとロゼッタいれば倒せるやろ。やべ。わしが先導する、ついてこい。なんで、お前についていかなきゃいかん。うわ、やばい。俺も、なんか、障害物があるコースしか選んでないんだけど、今のとこ。ロゼッタさん。ああ、守れなかったロゼッタさんを。死んだけど、私も。無理でしょ、こんなの。よかったー。4位だよ、君。ああ、上がった。いい。追い上げ。いけるいける。待てよ。でも今、15コインだから、あんま進まない方がいいんだよね。私じゃん。あ、マリオか。え、俺？あ、意外と普通のランダムなんだ、俺。
1位だからじゃないの俺が。あ、そういうこと？うん。かわいそうに。くそー。ヘイホーかわいいな。ヘイホーね、かわいいよね。ヘイホーとチョロップやっぱかわいいよね。うん。あれまた？うまいことやるな。コインめちゃめちゃ貯めて。コインを貯めてるだけじゃ勝てないんで。でまあそうだけど。仕入れときなさいよね。せめてね。俺なんだっけ、ああまだいいか。大丈夫かな。おし。え、なんかあったっけここ。いやわかんないけど、先を見てなかったから。問題はですよ、ここだよね。だから1出そう。いいんじゃないの、別に32コインあるんだから取っちゃえば。え、やだよ。こう10コインの差やん。ん？ 10コインの時は20コインでしょ？だって。え、だって5コインの時は10コインですもんね。うん。いや、いいです、いいです。1出すよ。時期を逃すぞ、これは。あんま待ちすぎるとね。安く買う戦法。はい。あ、ラッキー。え？マジで？なんだよー、ギリコインだったか今。あ、コインだった今。うん。マジか。危ね。あー、じゃあ次もう行っちゃってもいいか、48回ったら。うん。ブルブルコイン砂漠？あ、ほら、コインゲーでよしかも。あー、じゃあ次行こうもう。あ、これね。これ意外とね、後ろにいた、もう死んでた。べちょーってなってる。なんか出てくんだよね。後から生まれるコインあるよね、これ。そう。え、なんかステージ違くね、さっきのもうデモ映像と。練習した意味あるの？あれはあくまでも、うん。デモだから、みたいな。あ、くそ。おー、こぼしてるな、みんな。やべ。いいし。ボーティボーティって歩いてる。え？ゼロとゼロだよ。え、何してたの、あの人たち。ただ歩いてただけだったんだよ。それとも、あの、お金拾ったから交番に届けたのかな、ちゃんと二人、真面目だから。みんな無表情やね。変わんないんだもん、だって。マリオ行ってくんないかな、これ、ちょっと。そうだよね。あっち側の絵も見たいけどね。あっち側の絵？うん。どうなってるから。ああ。わし。いや、私じゃん。あ、俺じゃん。俺かと思って。え、あれ、あんな背中じゃないでしょ、ヘイホー。うわ、行かないよ、くっそー。もう行くしかないよ。もう行くよ、じゃあ。しょうがないっす。せっかくワンタン粘ったのにな。うん。無駄だったよね。まあでも、コイン増えたから。隠しブロックで。うん。あ、やべ。くっそー。どうせだったらじゃあもうダッシュキノコも使って。あ、それか、あそこに止まって、うん。値段変えればよかったんだ、私が。ああ、そうじゃん。ミスったなぁ。それだったなぁ、さっきやるべき行動は。最善策じゃん、それが。うん。
あー、ミスったな、それは。あれ、スペシャルカード持ってたもんね。うん。うわ。スペシャルカードっていうか、ぴったり最後だけどね。あ、そう、それ。桃鉄の脳だった。嬉しいと腹ポンポンする癖があるね。うん、機嫌がいいとね。うん。いやー、悔やまれるな、さっきの行動。くそもう一回16になる。おもろいな、チョロプって。10か。まあまあ。うん。かわいいんで。ああ、危ねえ。いいやつやな、やっぱ、うん。友達だから。うん。友達だからか、ヘイホーが存在感なさすぎて見えてなかった。だったらぶつかるんじゃない、逆に。あ、そうか。バキュームクリーナーって何？これ、ほこり吸い込むやつでしょ。ああ。毎日、だからロゼットの邪魔するから。俺が邪魔するよ。ほんと？二人で邪魔しよう。これさ、個別の掃除機使った方がよくない？何一緒にしてんの？そう、わかんないっす。え、どっち行くの？そっち？え、なんかマリオが変。うん。こっちのす、ほこり全部吸い込む。あ、こっちね。こっち、オッケー。あ、そこもったいない。余らすな。え、ちょっとマリオ、マリオはさぁ。いけ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 、私がこっちを見てるから。あー、吸い込まれた。俺が邪魔するかやつ。え、マリオなんなん、あいつ。常に強い方につく。それが私のモットーです。やった、勝てた。マリオいなかったら全然勝ってたよ。うん。ハイタッチしたくないけどな。ほこりまみれだしね。いや、マリオってなるよ。マリオとちょっと。ああ、あいつね、全然団体行動できてなかった。秩序を乱してたからな、彼は。俺にぶつかってきたりな。あ、これ何ターン目？ 6 ターン目か。じゃあ。とりあえず、そうね。とりあえずね。後半戦だ、次から。違うよ、15ターンだから。あれ？あ、そうじゃん。